氷川きよしシ、疲れだー黒縁メガネの流し目オフショに、お似合い、リハ楽しそうの声。歌手の氷川ワキヨシ、47が18日までに、自身のインスタグラムを更新。リハーサルでのオフショットを披露した。写真、氷川ワキヨのインスタグラム、アットマーク、キーナ、アンダーライン、清アンダーライン、氷川から。氷川は、 劇場コンサートツアーディナーショーのリハのお写真でございます。と、黒縁の眼鏡をかけた自身の写真を公開。劇場コンサートは、絆ディナーショーは愛をテーマにした2つともタイプの違うセットリスト、と伝えた。そして、いらしてくださるお客様、歌の世界をたっぷり満喫してくだされば嬉しいです。皆様とお会いできるのを、指折り数えお待ちしております。と綴った。 またストーリーズでは、疲れだー、と打ち明け、けど楽しみだべよ、と自撮り写真を掲載。なんかさ映ってはいけないものみたいね、とスタッフの間から顔を覗かせる写真や、リハーサースタジオの様子をホラー気味に紹介した。この投稿に SNS では、久々のメガネ姿。クールビューティーダワー。めちゃ綺麗、メガネもお似合いです。リハラクしそうだな。 可愛いお顔も見られて嬉しいです。などの声が上がっていた。